こんにちは。さあ、先週は気配斬りということでやりましたけど、はいはい、まあ、私のいたずら動画だったんで、まあ、いたずら動画だけど、はい、僕的には満足感しかないよ。すごい、すごい。いや、私は悔しさしかないですよ。まあ、勝負は、まあ、いたずら動画なんで勝ちましたけど、ああ、ね、あの目隠し私はしてない気配斬りなのに私が、ね、1回負けるっていう。すごい、あれは問題あるよ。いや、佐藤さんがすごすぎましたよ、あれは。だから俺は早くあの映像を見たいよ。どうなっ、俺はだって全く分かんないから、何がどう起きてんのかも分かんないし、だって真剣にやってたつもりだったから、はい、で、目と目が合っちゃっておいみたいな感じになるけど、最後ね、佐藤さんも最後ズルしようとしましたからね。いや、だから見たい、まだ見てないからね、はい、めっちゃ逃げ回りました。皆さん見てない方はね、ぜひ先週も見てください、はい、ということで今回は真剣ね、本当に真剣にやります、はいはいはい、ちゃんと目隠しするんで、目隠ししてね、勝てる気しないで3本勝負ね、で2戦戦勝、はい、だって見て負けたのに、うん、見ないで勝てますか。それはやってみないと分かんないね、奇跡起きるかもしれない、見てない方がうまいかも分かんないね。そうですね、うん、OK、よし、頑張る、うん、でルールは一緒でいいですか。はい、あ、そうだ、あの前回思ったんですけど、うん、佐藤さん私見てたら、うん、もうめっちゃこうやってやってるんですよ、うん、でこれ佐藤さん大きくて範囲広くなっちゃうんで、うん、あの縦振りにしましょう。なんでそんな俺にハンデばっかりな。いや、私も縦振りですよ。俺は横振りでもいいんだけど、だって一の方、いや、それで当たる率高いですもん。縦振りのみ、縦振りのみ、オッケー、じゃあ縦振りのみね。私も縦振りでちゃんとやる。まあまあいいでしょう、はい、うん、3戦2戦戦勝、はい、で縦振りのみでルールは一緒ね、一緒、オッケー、体に当たったらアウトです、はい、剣、剣と剣ならセーフ、セーフ、オッケーです。だからさっき剣に当たって体だとセーフ、セーフです。だからこうなってこうはセーフ、セーフです、うん、はい、陣地はそっちでいいですか。あ、いいよいいよ、いいですか。じゃあ、はい、まあね、目隠ししてない人に勝てるんですから負けるわけないんですよね、交互期待、まあ、勝つしかない、てか勝てます。余裕です。前回はふざけすぎましたね。これ多分目隠ししたら気配、こう意識が研ぎ澄まされて多分いけると思います。女の勘は強いからね。回りますか、ま、回ろうか、回りましょう。じゃあ私もちょっと酔いやすいんで2周にします。うん、これも2周、はい。はい、あ、もう気持ち悪い。用意できましたか。 OK、 いきます、レディースタート。
掴めた気がします。はい、しっかりスタッフ追いかけてます泣きの1回で、ね、泣きの1回ですよ、仕方ない、はい、いただきます。え、じゃあこれで私勝ったら、3ポイントとかくださいよまあまあ、いいよ、まあとんでもないこと言い出すめちゃくちゃいいです。まあまあいいですよ、いいですよ。じゃあ勝った方が3ポイントね。はい、本当真剣勝負ですからね。はい、逆転があるということです。はい、それで1のこと100のこと食ないな1の100倍で返そうと思って。おー、意気込みはいいですね。じゃあ行きます。よし、よーい、スタート。あ、こんにちは何撮ってんすか、マジで何撮ってんすか。ほら、見てるじゃん。びっくりして詰めて見てたいや、もうブンブン来るからさ、うん、もうこれは無理だと思ってもう3ポイントゲットしようと思って何ですか、めっちゃ目あるわ。いや、ちょっとやってみようと思って。え、今のだけですか。全部え、ってことは先週含めて一回も真剣勝負してないってことですか。してなくて。でもどう、目隠ししてたら難しくない。難しい。逆に言うとよ、目上げてんのに負ける理由が分かんない俺だって一本目の時なんて椅子にずっと座ってたからね。そうっす。本当に。え、じゃあ私本当にスタッフの足跡を追いかけてたんですか。そう俺ずっとあそこの椅子で座ってた私結構そこそこ目開けながら頑張ってましたよ。で座ってて一人でやってるから、で近くに来たからこうやってポーンえ、でも本当に真剣勝負しましょうよ。1回よ、これも一発勝負でしょ。1回、うん、OK、見ないでくださいよ。これはもう本当に見ない。本当にね、見た時点でアウト。アウトです。はい、OK、 ガチでやられた。これもじゃあ勝った方が初代気配切りを。 OK です、OK。回ってですね。回りますよ。上からだけね。行きますね。はい、OK。いいですか。よーい、スタート。スタッフです。スタッフです。ただいまの勝負、はい、里崎選手が横から当ててたため、ドロー。イエーイ、もう一回。ちょっとタイムタイム、はい、剣落としてたね。横から当てたことによって落としました。ここやって落とされたんです。そうなんです。戦争これ以上の行為は遅延行為なので遅延行為ってだって5分以上やで俺今5秒ぐらいでやっ、もう一回いいですか。はい、もう本当に最後の最後です。最後の最後です、はい、よーい、スタート。椅子です。審議審議。でも今のは確実ですよね。審議審議痛いです。はい、大丈夫ですか。手で頭叩かれました。手で手が当たりました。手で手が先。
剣を使わずに剣は使わずに剣は当たらないで、はい、手だけが頭に当たりました。こうやってゴンって。あなたもう苦しいですもう本当に。さあ、新パンチ、新パンチ。何回やるんですか。新パンチ。ただいまの勝負。ドロー。もうここは私が勝って終わらせてくれ。ルールです。次はもう抗議は受け付けないです。はい。よーい。スタート。アウトー。勝者里崎選手。初代気配入りは里崎選手。墓場チャンネル。気配入り。気配ちゃうよ、もう見えてる。